螺旋の宿。ごめん。西武、全然さ、前、なんていうの、おばさんに捕まった、赤おばさんに捕まったところからやり直してて、で、もう一回ここの物置小屋で、あの映画っていうのを見た後に出ようと思ったら、急になんか、ヘケ太郎喋り始めたんやけど、ついに幻覚が見えるようになってきた。このまま体温低下を放置すれば死ぬ。あ、体老けってことね。なのに急に幻覚見え始めた。やば。これで、絵を見に行ったら確か出てきたよね。どう逃げようかな。前さ、上に逃げたよね。あ、これどっか、君がこう来るからこっちに逃げるしかないのね。で、ひとまず、ちょっと まだ操作慣れてないからね。だけど一回ここ逃げたよね。で、あっち行くから、もうこっち行かない。一回戻ってセーブするわ。で、どうな、一回セーブして、あそこの部屋がなんか変わってたりするのかな、前捕まったところ。そんな気もするよな。一回ここのなんかテーブルをどけて、まだいるのか、奥に。この辺にセーブ欲しいよな。で、出てくるから、どう逃げようかな。べーん。あ、どう逃げよう。どう来る、どう来る。いけいけ、逃げろ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 。迷った、迷って、ここ隠れてないっけ。来んな、来てる来てる、僕はクマ、僕はクマ。 あっち行け、あっち行け、僕はクマだ、クマの後ろ。え、何待ち、あっち行けって。 ここ来ないのかな。一回さ、ここまで来たけど、なんだ、目あったもんね、ここでね。こうやって。セーブ。でもなんか変わったのか。見に行こう。民宿が営業していた頃の記録には、ひなた。やっぱひなたってあの子ね、たーくんがって言ったらなんか編集してたんやけど、帽子はもう調べれないし、何もないんかよ。戻りますわ。フライパン落ちてない。これじゃない、これじゃない。これじゃなくて、なんかフライパンをさ、何かあった時のためにって言ってなかった。武器として使えないこともね、化け物には通じないだろうが、護身用として。化け物しかおらんやろ。何に使おうとしてんの？かけるとか、葵に使おうとしてる。一応セーブしておいて、この子もよくわからんよね。おいでおいで。おいでおいでおいで。私は赤おばさんではないよ。この子もよくわかんないしな。でも、同じ赤い服着てるんや。なんか色味も赤おばさんと一緒やしな、色。なんかこんな感じの髪色じゃなかった。でも赤おばさんじゃないんでしょ？なんだこいつ。なんだお前は。どうしよう、じゃあ戻っていっていいのかな。下ない？なんか。これ何？来たことないな。こっから先に行けるわけじゃないし。え、ちょ、ちょ、どうしようもない、どうしようもない。もしかしてさ、ここのタオルとかも拭けるってことか。もし体温低下してきたら、もう一回ここ拭こう。この上は？あ、何ここ？防空壕、あと、離れのご使用を控えください。離れ。開く？戸が開いたり閉じたりしている。使えねえな。防空壕？これか？いける？いけんこない？どっから入るんやろ？吹雪が吹き荒れている。これ以上とても進めそうにない。どうして雪が、ここから急に。言ってたよな、雪の方はいけないから。これなんかどうにかできないの？ちょっと、フライパン叩けよ。やっぱ下行くしかないのかな。もう、ドゥルルルルルルルって言わない？石があるとこはいけないもんね。いけいけ。逃げろ逃げろ逃げろ。
どこここ、どこここ、これどこ、切り株邪魔で進めない、引き換えて幕しか。なんか今の感じさ、そういうイベントなんかな、幕っていうイベントかもしれんよな。ひたすらもう行き先は分かったから、引き返して巻こうで、引き返して巻くしかない。赤岡さん結構詰まり気味に行くから、僕がスルスル参ろうと思う。で、巻くしか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 、早い。あ、来ない、来ない。でもやっぱあの髪色とか服の色的に、私は赤おばさんではねえよって言ったあの子と似てるような、巻いたような微笑濡れになってしまった。このままだと低体温症になってしまう。ユーマたちを追わなければならないの。先に服を乾かして雨具を着た方がいいかもしれない。服を乾かすにはアイロン、ドライヤー、この民宿に電気は来てないようで、他に何か代用できるものでもあれば。扇風機だろう、だから言ってんじゃん。だからまあ、まだ幻覚見えてないし、何これ、って一回セーブするね。これ何、暴れたの、ハンマーで叩いてるの、破壊の痕跡。あの人、なんか赤おばさんがやったの。とりあえずあそこの電池抜いてさ、扇風機とか使えないの。乾かせればいいんでしょ。あ、電池抜く、乾電池手に入れた。なんか一個するごとにセーブしたいな、本当は。でもどこでもセーブができるわけではないので、ちょっとセーブ、セーブ、セーブ、ちょこ、あれ、開いてね。なんかあれ、あれ、あれ、こんなに大暴れしてたっけ。中は体、掃除をした後なのか清潔な印象を受ける。違う違う、あれ、こんなだったっけ。で、確か2階かな、あったよね、扇風機。この辺か？あ、あったあった。で、乾電池差し込んだ。スイッチを入れると羽が回り出す。一般的な扇風機に比べれば風力は弱いが、ないよりマシだろう。しばしそこに降り。今ね、ちょっとヘケ太郎の乾き待ちなので待ってください。服を脱いで乾かした。これでもう体温が下がることはない。これじゃあもう大丈夫ってことかな。セーブしたいな。すぐセーブをしたい。ていうか、このレインコートなかった。来ていけよ。あ、来た来た。やった、なんか来た。これで安心だ。もう一度渡り廊下に出て、南に進んでみよう。え？すれ違いコント。え？一回隠れた方がいいよ、ヘケ太郎。もうちょい後ろにいた方がいい。え？何の音？何してんの？え？なんか壊して回ってる？ハンマー持ってる？あいつもしかして。ここも特になんもないもんな。ビッグ。ってことは、赤おばさんはあれビッグなの？その考察、いるかな？え？何？はぁ、あ。何？はぁ、あ、はぁって。何これ？何が起こったの？安心した。なんか、どこ行くって言ったっけ？この辺調べるって言ってたよね。これもう一回来るのかな、あいつ。あ、来ないね。え？え、何あれ？行く？この辺を調べるって言ったけど、これ壊したりしない？時間をかけて足場を確保し、切り株を乗り越えた。あ、じゃあ行けるんだ。セーブしたくない？あれ？案内板の上から文字が刻まれている。普通は気づくことすらできない。気づいたとしても、そこからが始まり。何言ってるのか。あれ、葵じゃない？葵？死んでいる。押しつぶされたように、手足の関節がいびつに曲がり、顔は苦悶な表情を浮かべている。ああ、葵。多分、死ぬかなと思ってたけど、胃の奥から強烈な吐き気を伴って、異物がせり上がってくる。ヘケ、吐いてしまった。もう友達のこんな姿見たくなかったよね。大丈夫か、ヘケ太郎。探せるもの探しておこうな。葵なんか持ってないの。葵許してくれ。ごめんな、葵。守りきれなくて。
雨が降ってない。何これ？なんか急になんかハリー・ポッター感強くなったんやけど。誰？だいぶ疲弊してるよね、竹太郎くん。この先に行っても民宿に戻されるだけよ。ここは赤おばさん。いいえ、ひなたの領域なのよ。誰？このハーマイオニー。お前誰だ？そう身構えなくてもいいわ。私は菅原凛。お、あなたたちとも同じで、この世界へ迷い込んだ生身の人間よ。お、山に登ると言って帰ってこなかった姉を探してるうちにいつの間にかね。なるほど。たことないよね。でも、ヘケ太郎って知ってたよね。会ったことはないはずだ。そう思うのも無理ないわ。けれど私はあなたのことを知っている。中学の時は陸上部に入ってたこと、あなたにはお姉さんがいたこと、あなたが小学校に上がったばかりの頃、そのお姉さんをご病気で亡くなられたこと。なんでそんなに知ってんの？他にもいろいろ聞かせてもらったわ、あなた自身の口からね。わからない。わからないでしょうね。何これ、不思議な時間。あの化け物は。あれが何なのか私にもわからないわ。ただひなたがそう呼んでるだけ。ひなたといってもあなたのお姉さんのことじゃないわよ。僕のお姉さんもひなたで、なんか途中出てくる女の子もひなたなんだよね。どういうこと？あなたのお姉さんと同じ名前だけど、まだ会ってないかしら。小さい女の子。いや、会った。あの子。そう、ひなたよ。あの子が化け物を赤おばさんと呼んでるの。わかんないわかんない。え、私だけはこんなにわかんないの。さあ、もう行った方がいいわ。そのうち赤おばさんがここを嗅ぎつけてくるだろうし。これあげるわ。もしかしたらここを抜け出せるかもしれない。何くれたの？地下室の鍵？じゃあね、また会いましょう。ここか。次で。次？道なりに進んだにもかかわらず戻ってきてしまった。何が起こってんの？セーブ。何？セーブセーブ。天気悪い。セーブ。菅原凛。誰？で、なんか地下室の鍵をもらったよね。どこ？地下室。ここかな。いけるんだ。光源が必要だろう。なんかさ、ランタンに点火しますか。やっと使った。なんか無駄遣いすんなばっかり言われたから。地下入り口。経営者が記したメモのようだ。何度か防空壕を見て回った。念を入れてお祓いも頼んだ。効果はなかったようだ。うちの子はまだ赤い服の女に怯えている。郷土史を調べたり、地元の人にも聞いて回ったが、赤い服の女など知らないという。奴は一体どこから来るのか。急に現れたってこと？変わったところはない。めぼしいものはない。地があるぜ。地があるぜ。ヘケだろ。スナック菓子やカップ麺。あ、食料を地下にあるって言ってたもんね。いるぞ。これは？記録さえすればこっちのもんだから。どっから割れるの？ヘケ太郎が勝手に気づいた。あ、でもどっか行ったぞ。いけるいける、ワンちゃん。何？何あれ？誰？あれ誰？見える、そっから。何してるんだ？ぐちゃぐちゃと汚泥の中を踏み歩くような音が聞こえてくる。誰かの遺体。その切断された四肢が上下に揺れ、単調な動作を繰り返している。赤おばさんは遺体で遊んでいる。あ、赤おばさん、ちゃんとはっきり顔を見たかも。笑っているのか。赤おばさんの口元はつり上がり、無邪気な楽しみを見出しているようにさえ感じてしまう。へけ。鼻のあたりの生温かいものが広がって、何？漏らした。口元を押さえて叫び出しそうになる気持ちを必死に押し殺す。
まあそらそうなるか、怖いよな、見てたら。やがて遊びにも飽きたのか、赤おばさん遺体の前から消えた。はあ、やってんな。赤おばさんやってんな。見るも無残な遺体だって言いながらめっちゃ近づいたな、お前。何が落ちてる？ザイル？え、何？ザイルって。エグザイルしか知らないんだけど。クライミングロープ？どっか登れるってこと？この辺何もないんだ。で、こっちの子は？生活の痕跡？どういうこと？え？誰かいる？ん？なんかある。俺は絶対に助かって見せるぞ。ゴロ！頑張れよ、ゴロ。最近ちょっと竜が如くしたからゴロって聞いたらな。なんか、親近感湧いてしまうな。頑張れよ、ゴロ。え、ゴロなんもねえじゃん。なんか残しておけよ。風呂桶には水が溜まっている。水は淀んでいない。水を汲んでからまだそれほど時間が経っていないのだろうか。ゴロ何も残してねえじゃん。役に立たねえゴロだぜ。一応ゴロの生活見れたからセーブして。で、こっちにも行けるんか。え？ダイヤル番号分かってる。白菜だ。どこでそんなこと書いてあった？なんかあったよな。なんか息子の誕生日がとか、なんか僕の趣味がないやって言って書いてたよな。あんま分かんねえんだけど。引き出しに鍵かかってる。え、なんかそんなヒントあったっけ途中。っていうかさ、みんなどこ行ったの？知り合いがいないんだけど。これだよね、ダイヤル式の情報。4桁だし、息子の誕生日にしようか。私の趣味と組み合わせてレシートの裏にでも書いておこう。ぬ、は、1、ふ、は、2。何言ってんの？これ分かった、分かった、分かったよ。これね、ヌーハでて、ヌーは1だ。ヌーは1っていうのが、なんかね、パソコンのキーボードがヌーのとこが1なんだよね。レシート？レシート？鍵？鍵、鍵、鍵、鍵あったからセーブセーブ。レシート探したのに。鍵？めちゃくちゃ探索してたんだけどさ、あそこがまだ開いてないよね。パソコンのところ。でもなんかね、キーボードあったよ、あそこ。それが多分あのレシートの裏のヒントになってるんじゃないかなと思うよね。あったぜ、レシート。レシートは？ぬわわー。ぬわわー。1、0、3、3。違う。1、0、0、1003 1003 1003 1003 1000。開いたぜ。なんか飛んでったぞ。他の奴らのためじゃない。俺は俺自身のために。見なくちゃいけなかった。俺が生き残るために。化け物の顔、あいつの正体を探る必要があった。胸が苦しい。まだ震えが止まらない。けど一つだけ分かった。化け物の顔は毎回違う。別人のようだ。あいつの顔は定まった一つの形じゃない。でもどうしてだ？それは何を意味して？考えろ。考えるんだ。セーブだ。考える前にセーブだ。え？顔が毎回違うの？ここ何？まあ、なんか逃げるとこっぽくない？え、どうしよう、先入ってみようかな。積もった土が行く手を、いや、そのぐらい行けるやろ。地をどかせば、地をどける。え、いいのか？何これ、鶴の壁？何これ、何用？この位置はし、ああ、なるほどね。何かあったらここに逃げましょうってことか。了解した。大事ですね。どかしとけよ、もう。どうすれば出られる？どうすれば、どうすれば。
どうすれば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 いいんだ。おい、なぜ笑う？何かあいつは何か知ってるのか？え？誰が知ってんの？光る紙切れ、これ何に使うの？待って。確かにそうね。光る紙切れ。ただの紙切れとは思えない。だから何に使うの？この足跡って何？赤おばさんってこと？でかくね？僕が寝そべって足サイズやろ。えげつな。地下出口？でもこっから出てきた感じあるぞ。ここの絵から出てきて、ここに行ったやろ、絶対。読んじゃう？読める？これ。経営者が記したメモのようだ。が、なぜかノートが開かない。なんで？地上へ通じる網の、つ、つな、網のようだが、随分傷んでる。降りる時のことを考えて別に準備しておいた方が良さそうだ。ザイルあるよ。絶対これ来ますやんか。赤おばさんの絵だ。来ない。つうことは、これをさ、ザイルで、いける？何もしねえ、こいつ。ザイル使うんじゃん、ザイル。傷んだ綱を、網かな、を取り外し、ザイルを地上から垂らした。この向きから、今僕が下側なのに。なんか、ちいかわで見たな、最近このシーン。どこ？ここ初めてだね。何これ？どこ？どこ行ったらいいの？ひなただ。ひなた。たーくん、お外に出られない。たーくん、前も言ったね。たーくんって。たーくん、ひなたの弟。羊羹が好きなの。渋い趣味をしていらっしゃる。お羊羹はないけど、ご飯はたくさんあるから、たーくん喜んでる。でも、ひなたも小さいけど、たーくんもっと小さいってこと、バブちゃん？でも、羊羹好きだもんね。この先は川場さんが見張ってるけど、追いつかれなかったら出られるかもしれない。でも、やっぱり危ない。みんな、赤おばさんに捕まったから。捕まったらね、赤おばさん、お仕置きするの。ママと同じ。ひなた？でももし、ヘケ太郎が出られたら、雪やつおじさんに伝えてほしいことがある。雪やつおじさん？なんかたまに出てくるね。僕は自己紹介しようと思うっていう雪やつおじさんやろ？雪やつおじさん。前ここにいたおじさん。雪やつおじさんね。雪の道を走ってくれたの。たーくんを抱えて走ってくれた。雪はね、一番危ないの。赤おばさんが怖いママみたいになって追いかけてくるから。でも走ってくれた。だからありがとうって。たーくんも外に出られなかったけど、おじさん頑張ってくれたから、ありがとうって。池太郎いつも静か。雪やつおじさんと似てる。ひなたの友達のひなたはおしゃべりなのにね。記録しておこうか。何言ってんの、池太郎。池太郎 何今の。前よりかは全然話通じたけど。でもこの先行ったらさ、なんかワンチャン逃げれるって言ったよな。嫌な予感がする。控えた方がいいかもしれない。セーブしたから進むぜ。セーブしたよな。セーブしたよな。でも全然、全然、どこ？上から、上からおば、上からおば。